さて、続いてはですね、サウンドとアートっていうテーマにですね、ちょっと話をしていきたいんですけども、はい、ここで新たなメンバーを紹介します、はい、生活芸術家と言えばいいんですかね、はい、生活芸術家の、織野たわしこと石畑則夫君です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。布団では、皆さんが一番目にしているであろうあのフライヤーの絵を飾ってあるやつ、家に。そうです、あれを描いてる、はい、の作家です、はい、そう、奥さんと2人のユニットで、うん、俺のたわしっていう名前で活動して。なるほど、2人で描いてる。そうなんですよ、はい、面白い、はい、あと布団では焚き火、現地の、ね、現場では。そう、すごい素敵な焚き火なの。ね、ね、綺麗。一応こだわりがあって、そこにあるものだけを使ってやるっていうので、お布団で毎回やってるんですよ。手ぶらで行って何かをするっていう。なるほど、あそこで集めてるの。そうなんですよ。だから結構藪の中のホーム入ってるんですね。そう、でも1回目はすごくて、水晶拾ったんですよね。でっかい水晶ね。そう、さすが。こんな水晶がいっぱい飾ってあって、ここすごいやばいと思ってた。会場でそこにあるものを探してたら、なんか水晶がいっぱい落ちてて。川の中でしょ。川の周りの川とかにも落ちてて、会場にも落ちてて。すごい大きさだったね。そう、こんなやつ、こんなやつとか。そう、そんな感じで、その芸術家として、うん、今は北茨城市に住んで、そう、うん、その地域を、どういったらいいか、地域を作品化するって言っちゃってもいいのかな。そうだね、だからそこに、そのお布団でやってるそこにあるものを使って作品を作るっていうのを今北茨城にやってて、うん、なるほど。でその環境をそのままあるものを使ってアート化していくみたいな取り組みをしている感じですね。だから言ってしまえば街づくりの一つではあるんだけども、うん、街づくりっていうふうなその平たいものではなくって、うん、さらにそれを推し進めた概念の形として芸術として街づくりをしていくっていう。そうですね、うん、そんな芸術家である、石畑則夫を迎えて、音ならではの、うん、音と、アートっていうものを、同列にお話ししていきたいなと思っています、うん。でまあ、音とアートっていうと、まあ、音であればコンサートであったり、まあ、我々がやってるような野外フェスであったりっていう、共有の仕方で、一方アート美術であったら美術展、あとは芸術祭、アートフェスみたいな形で、共有されているっていう、形だと思うんですけども、芸術祭はやってましたね、うん、僕はその北茨城でもともと芸術祭がなかったところに、まあ、地域の人たちを巻き込んで芸術をやるみたいな取り組みをやってて、うん、でその時に松坂君を呼んで環境音を使って展示するみたいなことをやってもらって、うん、インスタレーションやってもらって、うん、なるほど、うん、その時にね、その場にあるものを使うっていうテーマだったんで、その時になってる環境音を部屋の中で鳴らすっていうことを、まあ、基本としたインスタレーションをね、作ってますけど、そういう形でその音を使ったアート、まあ、サウンドアートとまで言わなくても、まあ、つまり音をそのアートの現場で見ること聞くことって実際その多くないなって思うんですよね。でサウンドアートはサウンドアートで、サウンドアートの展示っていうふうにまとめられてることはあるんですけども、うん、いろんな絵やその彫刻と同じように扱ってる展示っていうのってあんまりこう見たことないなっていうのが僕素朴にちょっと疑問で、そういうところってどうなんですかね。そういうところで見たこと、サウンドアートってパッて思い浮かぶものがあんまりないもんね。有名な人もいるんですか、まあね、サウンドアートでこの人が超有名みたいな。
うーん、それだけをやってるっていうのとはまた違う。だからそうね、うん、美術の文脈でサウンドアートっていう企画展の中に出展する形だといろいろみんなされてない、なんかそういう、うん、そう、まあ、日本人にもね結構サウンドアートがいますね、うん、ただなんかその一般的にやっぱり美術館とかそういう場所で音の展示ってすごいやっぱ難しいじゃない、そのグループ展だと特に干渉しちゃうから、そうね、でそこの問題はね単純にまずはあると思う、誰でも知ってるみたいな人いないの、岡本太郎とかそういう、もうピカソとかそういう、鈴木明夫さんとか、うん、まあ、そういうこと、うん、鈴木明夫さんわかんない、ね、まあアナラポス、アナラポスね、普通にお皿をね簡単からバーンってこう割ったりとか、うん、なんかのカンカンを落として音を鳴らすとか、そういうのをパフォーマンスとして見せる、すっごく素敵な、あとは鈴木明夫さんだったあの、うん、耳のアイコンを作った場所をいろいろ自分で探して、その鈴木さん自身がここっていうポイントを決めて、お客さんにはそこに立ってもらってその場所の音を聞くっていう、その環境音が作品だっていう、あの展示もあります。まあそういう切り口もありつつも、なんかいまいちあの芸術祭、特に芸術祭でしょうね、今盛り上がってるの中で音を扱うものってどうしてこんなに少ないんだろうなっていう、だからこの間渡辺さんが言ってたそのなんかいい音と悪い音みたいな、そういうのがなんか結構もともとそういう感覚が持ってないっていうのが結構でかいよね。なんか言ってたのインスタとかでこう本当に写真がメインで音の扱われ方ってすごく存在、うんうん、今日いい音を聞きましたみたいなので開ける、あげる人はほぼいないみたいな、映えみたいなものが音映え関して、うん、なんだろうね、音でそうなったら面白いよね。だこんな小さい画面ですら、うん、1枚の絵 1つの動画だけでみんながそこにガッと意識を集中して、うんうん、それだけが本当にこう映えてしまうっていう今の現状、うん、さらにすごくこうなんていうの、音楽で攻めるって難しくなってる状態だとは思うんだよね、うん、そういう意味ではね、うん、やっぱみんなボリュームすらを振ってる状態かもしれないし、うん、動画が流れたって、そうね、だから音がなくても動画だけでもみんな想像して楽しんじゃうっていうところに、ビジュアル映えだけ、日常的に超いい音だったよねって言わないもんね、うん、そう言わないそうなんだよね。だって最近の若い子感想聞かないんでしょ、ああ曲の、曲の、あー、ギターバンドだったらギターソロを飛ばすらしいです。ギターソロの意味が分かんないみたいな話あったよね。イントロがどんどん短くなってるんですよね。だからあのサウンドとしてもとにかく歌詞重視みたいな、うん、声重視みたいなところになっちゃってるから、うん、そこだけにフォーカスが立ってて他になってる音っていうのにあんまり興味がなくなってますよ、うん、お布団でだってなんかあれ募集してたよね、なんかその日常のいい音みたいなやつ、そう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 、いい音をね、募集で、どんな音をしたの？まあ、犬の散歩してる音、うん、あ、犬の散歩してる音ね、そうそうそう、あと、あの、まあ、近所で、歩いてて、その先で、親子のやり取りが聞こえてっていう録音、あ、だったり、その向こうは高速道路が走ってて、一緒に車の音が流れててっていう音だけ聞いて情景が浮かぶようなっていう、割と高度なものが、うん、さ、だからやっぱりさ高度すぎちゃうんだよね、 なぜか、うん、今の話聞いてもその本当普段からそのやっぱり目はもうずっと動いちゃってるわけで閉じなくても、ね、だから目からの情報が入りつつも音の方により感度高めてる人がどれぐらいいるのかって言ったら、うん、やっぱりあの視覚で入ってくるインパクトの方が強すぎちゃって、うん、音に行かないっていうのが、欲しいって言うなら、うん、海の波の音とか、はいはいはい、滝の音、そう、それぐらい強くないと、なんか水強い、うん、あの音とか、うんうん、で情景と本当にマッチしてシンクロして、さらにその音が情景を
演出してるかのような自然は絶対純粋的にみんな入ってくる。でもそれももしかしたら視覚から入ってるかもしれない、ね、そう視覚から入ってる、視覚を刺激してる音なのかもしれないですよね。だからもう一つ来てたのが、あのこれも最近いつも出演してもらってる菅井健から送ってきてもらったのが、あのその前日に録音しましたって送ってきてくれた、その時の昼ご飯の用意してると。で外で子供が遊んでる音が入ってきつつ、冷蔵庫バタンって閉めたりとかする音がずっと流れてるっていうもので、本当に菅井君らしい日常で、こう音でだけでも面白く聞こえる。それを布団でコンビ出した方がいいんじゃない？あ、そういうのもね、うん、面白い。なんかそういうの発信した方がなんか、うん、でも結構日本人って昔から結構実は音楽しむ水銀靴みたいな、水銀靴とか、ね、確かに獅子脅しみたいなとかね、江戸時代にとかね、なんか虫聞きって言って、うん、虫を、はいはいはい、お月見を楽しむのと、うん、それを、うん、それを持ってくんだ、虫を入れて、はいはいはい、お家でこう楽しむっていうのがすごく流行った、俺こんな虫持ってるんだよみたいな、そういうのもあるのかな、もしかしたら。なんか私最近知ったんですけど、伊丹市のね、その虫聞きを復活させるっていうか町に浸透させるみたいなことを毎年やってるところがあって、ものすごいなんかその市内というか100か所ぐらいが、うん、お店とかみんなそのいろんな虫を、まあ、鳴く虫がいろいろいるんですよ、うん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 、でコロッケっていうじゃなくって、うん、みんなお店に置いてたりとかする、軒先に置いてたりとかして、うんうん、この間ね、知り合いがそこでライブをしたんですよ、そのお店で、うん、その虫の声が想像以上にすごかったとかって、うんうん、それで知ったんですよ、あ、そういう心がしてる街があるんだ、それ面白い、楽しいじゃない、それ聞いてみたい。そう、なんかこうね、今ベストシーズンで、そうちょうど終わるようなの、都内でもスロースのセッションっていうイベントあったよ昔、名前のイベント名忘れたけど、見積もりとか多分借り出されてライブしに行ったけど、スズムシが泣かんかって買ったり、泣かなかった、思い通りに行かない、虫だけにそんなあのこっちの意図通りに泣いてくれない圧倒的な数いればね、あれだけどね、スズムシ泣けへん、用意しちゃったらね枯山水サラウンド、あーあー、そうだ多分その絡みで、確か多分これぐらいの時期にどこかでインスタレーション的な感じで虫の音と電子音セッションっていうのがあったんですけど、なかなかやっぱ難しい、泣く泣かんは虫次第だと僕ぐらいの田舎に来たらもうそういうレベルじゃないよね、もう常にもう鳴りまくってるって、うん、そうやって鳴りまくってる状況でその中の一匹を捉えて自分の家に置こうっていうその発想、うん、なんかそれがなんか行為じゃないですか、うん、その、ね、なんかこう自然音から切り取るっていう一つの、うんまあ、その感覚を、うんうん、なんか昔からみんな持ってるなっていう、うん、あのもちろん生き物としてもだし、うん、大事なのは音として、まあそうだよね、自分の手元にっていう、ね、CD みたいな感じで所有したいみたいな、鳥とかもそうだよね、西洋で鳴き合わせとかね、鳴き合わせって言葉なんかあるでしょ、うん、ね、だからなんだかんだ言っても動物とか自然とか生き物とかっていうところにはすごく風鈴とかね、そういうところだといい音としてやっぱりもう、うん、ある種記号化してしたところもあって認識はしてる、うん、ただね、いい音悪い音って言ってもね、人によって変わるからね、もちろん僕なんかその有名な PA の人が原宿の交差点で佇んでて、信号変わってもずっと立ってて、知り合いだって何してるんですかって聞いたら音聞いてるって言われてすごい衝撃を受けたことがあって浅田さんなんだけど音聞くんだと思って、それなんかどこそんなことより危ないですよ。いやそんなことする人いるんだなと思って、でもそういうことなんだなと思って。ちょっと気持ちわかるかも。あ、わかります。俺はあの電車に乗ってて最近、今まではずっと電車の中で音楽を聴いてたけど、うん、外した時の、うん、あの電車のこうガタンゴトンっていう先のあの鉄と鉄の擦れる音とかあの辺が結構意外に音楽的
やなんとか最近思い出して結構真剣に聞いてたりとかするのもありますすごい歪んでなんかもう泣いてるみたいな泣いてる系はねほんとつらいほんとつらい泣いてる系すごい泣き方あるよね大江戸線とか結構ねなる大江戸線なるあのポイント急な都庁の近くとかかなり泣いてますよ普通の路線は聞けるサウンドになってて面白いんですけど新幹線はダメ新幹線はもう早すぎてゴーッ、ね、っていう音ば持続音でずっと2時間ゴーッを聞かされるようなソウルがないなんか変化もあんまりないしこうあれかな ノイズミュージックも単調なやつをずっと聞かされてるような感じになってるからあれはかえって逆にダメです、うん在来線の方が変化があるから、うん、カーブしたりとかあのアップダウン止まったりなんかとかいろいろその辺で同じ電車でも、うん、多様性いい電車そんなに よろしくない電車ってある、ね、そのじゃあよろしくないのってのはなんでよろしくないのかっていう直進しかしないカーブ音が適度なカーブ揺らぎが揺らぎがそうね音の揺らぎそういう音の好きな音とかあるんですか日常でそのなんかこの音はやっぱりいいよなみたいなそれかこの音は勘弁してくれみたいなこの音は絶対 NG とかいやだからもうなんかその苦しくなっちゃう音のパターンっていうのは結局総合的に考えた時にモーター音っていうのが結構やっぱりキーなのかなと思っちゃってあー、うん、モーター音とかもしくはエンジンエンジン系がやっぱりこう日常の中ではこうなんというか暴力的に聞こえてしまう不自然な動力そう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 、ねうんね、ちょっと前も話したけどそのゴミ収集車とかさ、ね、あれってなんかあのもっとこうあの例えばオートマチックのゴミ収集車ができたら、うん、あんなにわざわざ吹かさなかったりとかあ結構ローギアでグワーって上げたりする、うん、そうですねベタ踏みでねそう回転してる時だけ音立ってたりするよねそういうのの改善ができたらそれで言っちゃったら本当にあのすごく必要なことだからこれは別になんてディスってるわけじゃなくて、うん、日常の音だからしょうがないんだけども郵便配達屋さんとか、あの新聞配達屋さんとかの、あの株系の、あれもやっぱりやたらギア変えずにガーッ吹かすでしょ。そうね。まあ、感覚が短いから。あれなんじゃない？この株の人はさ、朝のさ、そのなんか静寂の中にさ、こう響かせる喜びみたいなのもしかなんかありそうな気がする。そっち側の快感がね。結構人によるかもしれない。僕んちに来る新聞配達の人の株の音は結構心地いいっす。あ、ごめん。カチャッ。ブーンとか。いい悪いの境目だ。朝だなっていう気がして。そうか。僕はあの逆にモーター音に行くと冷蔵庫の音。レース。うん、あ冷蔵庫、冷蔵庫のね、停止停止みたいなね。ああいうのはやばいね、本当に。制作をしてて、結構耳過敏になってる状態で寝ようとするときに、普段全然気にならないのに、もう異様にあれが気になるときが、うん、もう壁にどう反射して帰ってきてるかまた分かるときが、そんなに感じるときがあるんだ。なんか突然、なんかこう、すごい過敏になってる状態で寝ようとするときにすごく気になる。うんすごい嫌なのはセミ。セミ？セミダメ。クマゼミじゃない？うるさいから。いや違うんですよ。僕あの住んでるとこ特定されるんで言いづらいんですけど、うん、僕とあるお寺の隣に住んでるんですよ。うん、大きなお寺。うん、で周りにそこが緑が集中してるから、うん、夏になったらセミが全部そこに集まってくるんですよ。うん、メルツバウよりうるさいですよ。ナイス。シンセサイズしちゃいます。もうずっとこう持続音の大合唱です。切れ目がない。切れ目です。もうあらゆるセミ、ミンミンゼミとかいろいろあるじゃん。油ゼミ。クマゼミとかもうとりあえず。クマゼミはやばいな。ずっとついて、それでもっと音階がついてくれたらいいけども、同じ傾向のやつがずっと。帯で。しかももうあの数が1匹とか2匹とかじゃなくて、もう数えられないぐらい。まあ、それが目の前だと
うん、一番に上げる音になるかもしれない。寝れないっすよ、本当に。でもみんなやっぱあれなんですね、耳がすごい活動してるんですね。活動してるね。音楽作る人は活動しないどうしても、うん、ノイズ系のミュージックがもうメロディアスに聞こえますから、ね、あのまだまだ甘いですね。人工的なものの方がまだ全然ポップこっちの方がと思って、ね、パーティーとか終わって帰ってきたら本当に車を通ってる車の音がベースラインに聞こえたりとか、ずっと余韻が、ね、本当に大変です、うん、そうですよね。しかも今やつら地球温暖化で昼間鳴かなくて夜と朝必ずきっかり4時半に泣き出すんですよ。4時半に泣き出す。1匹泣き出すと合唱が始まるから、すげえな。確かに確かに4時半なんですよね。そうそう、4時から4時半ぐらい、まあだんだん明るくなってきてるんですよ、多分ね。お布団であれなんで、小久保さんだっけ、あのいろんなさ、なんか海外の鳥とかのさ、なんか虫とかのさ、なんか音を鳴らしてたらさ、本来そこにいないはずのなんかさ、虫が泣き出したとか言って言ってたよね、なんかね。ああ、なるほど。そう。反応して。そう、反応して。あれすごかったよね、なんか。そうですね。いろんなところの、そのフィールドレコーディングした時に、ね。そう、フィールドレコーディングした音をなんか流してたら、なんか実際に普段いない虫がなんか泣き出したとか言って言ってて。まあそっか、でもそういう意味で言ったら鳥を嫌だっていう人はあんまいないよね。やっぱ鳥の鳴き声はね。鳥はあんまり嫌だっていう人いないですね。色とりどりの声が、まあ、カラスは別にして、カラスも集団はちょっとええみたいな。集団のカラスだね。セミだって、あ、そうそうそう、みんな哀れを感じる人もいれば、嫌な音、嫌な音シリーズ1枚、うん、いい音シリーズ1枚、あ、日常の音シリーズ1枚でなるほど、お願いします。あら、噂をしてたその小久保さん、噂をすれば、いないはずの、いないはずの虫の音を鳴らした鳥か、あれは。こんばんは。突然の小久保さんが、小久保隆さんが遊びに来ていただきました。どうぞどうぞ、ごゆっくり。あの、お話参加していただいても大丈夫なんで、ね、はい、ちょうど今音の話してたんで、そう、はい、小久保さん の、 その鳥の海外の音を鳴らしたら、普段いない鳥が鳴いたっていう話をしたんで、お布団で。そうそう、ね、ありましたよね。いや、あとね、俺が自分のスタジオで夜中にあの曲作ってる時に、あの日暮らしの音を鳴らさなくちゃいけない曲だったんだけど、うん、そうしたら夜中の2時なのに周りから日暮らしが鳴き始めて、ちょうど話が入ってたかなと思って止めてみたら、あの テープっていうか録音止めてみたら、いや、まだ周りが泣いてるっていう、呼べって連鎖しちゃうんだ、うん、もう連鎖しちゃって、夜中の2時に迷惑かけちゃったなごめんごめん、環境音楽。それは小久保さんがレックしてた音に反応してた。そうそう、わあ、すごいなそれ。今ちょっとセミの話してた、勘違いしちゃったんだろうね。うん、息が鳴き出したら周りが泣くっていう話をちょうど今してた。まさしくその状態。朝4時半にいつも僕夏セミに起こされるんですよ。一匹鳴き始めると合唱が始まる。そう大変やな。その一匹目を僕がやっちゃった。なるほど。なるほど。そうか、ね。いや、小久保さんなんかも本当いろんな音をね、世界中で撮られてて、今ねちょうどそのいい音いい音っていうのは、まあ、あの特に音楽関係の人間では共有しやすいんですけど、うん、まあ、普通の人とはまあそのいい日常の音でいい音ってあるかってすごくハードルが高いと、うん、で、じゃあその前にあの嫌な音ってみんなあるはずじゃないっていう話をしてて、うんうん、その小久保さんなんかね、その世界中でいろんな音を取ってる時でもいいし、日常の中でもいいし、例えばこの音だけは嫌なんだよねみたいなのってあったりします？いや、俺ね、あの時々大学で授業やる時あるわけ、はい、でその時に
まあ、音の環境っていうのの授業をやるんだけど、はい、その時に一番最初にやるのが嫌な音の耳って あ、そうなんですか、ね、うん、素晴らしい、さすがだ。で、そうするとさ、その反対が見えてくるんだ。ああ、まさにだ、うん、言ってた通り、うん、そうですね。そう言って、よく出てきて、未だに分かんない疑問があって、あの黒板、最近の黒板くらいの、あのギーってやるじゃん、あれって誰でも彼でも嫌がるわけよ、うん、そうですね、うん、それでそれがなぜっていうのの答えが未だに、うん、そうかって納得できる答えがなくってね、うん、あの脳を通さずなんか鳥肌立つっていうか、うん、やっぱそう、黒板さんでもそうなんですか、うん、そうだね、あ、そうなんだ、うん、想像しただけでちょっと鳥肌、あ、やだ多分動物的になんか引き裂かれてるような感覚、あのね、それで一番僕の中でもああそうなのかなって思う答えがどっかのネットで見つけたんだけど、うん、昔我々が原始人なの、うん、の時にやっぱり敵は猿だったって、うん、その猿のギャーっていう攻めてくる時の声の周波数とこれが似てるらしい、だからそこに反応しちゃうっていう、あ、もしかしたらそうかもみたいな。なるほどね。なんか料理しててフライパンがちょっとこうコンロと擦れる時もさ、同じだよね。はいはいはい、その周波数が、ね、じゃあお布団でみんなで黒板でギャーってやる時間が。で、あの程度音ってね、録音しても多分ね、普通の過聴範囲と違うから。ライブでしか再現できないんだ。実はセミの音なんかも、理想的には取れないです、うん、あまりにも高い方の成分が多すぎて、あの全然さ、レベルメーターでは触れてないのにもうさちってるわけ、 あれもう歪んじゃってるような、そういう状態だから、なんかあの手の音って、うん、普通の周波数の持ち方じゃないよね、きっと。そういうところも嫌な音もう、なんだろう、文脈じゃなくて、うん、生理的にっていうところの嫌な音って、まあ、周波数的なところがあるのかもしれない、うんうん、自然の中から読み取ったらでもそうなのかもね、うん、生理的な、その人間が人工的に作った音じゃなくて自然にあるもので嫌だっていうのはもしかしたらそういうレベルなのかもしれない、ね、だからね、授業やっててあの2種類あるわけ、要は後天的にね、自分の人生の中で嫌な思いしたとか、うん、そういうのにまつわる、うん、嫌な音っていう後天的なやつ、それと先天的なやつ、先天的なのはそんなの関係なくもう DNA レベルで反応しちゃって嫌だっていうね、なんか戦争の兵器に使えそうだよねDNA レベルだったら、ネズミビルのさ、ネズミよけとかね、あれ嫌、確かに、ね、嫌な音でナンバーワンそれかも、うん、私もそれは嫌、だんだん年取ってくると聞こえなくなる、だってあれじゃないんですよ、あの一時期コンビニで若者を発行させないようにしてたの、若者よけ、ね、あれね、本当に痛いね、強いよ ね、あれはだから16キロより上とかですよね、あれね、近所の家で一個駐車場に、あの人感センサーでやってる、人感センサーというか、だから動くものに対してその音を出すセンサーがつけられてる家があって、もうその家の前通るのが一番コンビニに行くの近いんで通るんですけど、本当に嫌なのよ、ピッって刺さる音、あの大きな商業ビルとか、うん、そういうところだと、ね、ネズミ返しっていう機能で必ずその装置がついてて、ね、であの手の大きいトラックがハイネースしますみたいな、あと多分市場もそうで、うん、そういうところはもうほんともう確かに市場はね、市場はねもうしょうがないよね、もうひどい、だからこの黒板の音も実はこうなんか自然界にあんまりないじゃん、その聞く、うん、チャンスが、うん、だからやっぱりこう避けちゃうのかな、でもその例えばジャングルだったらそういう周波数って都会よりもたくさん含まれてるはずなのに、ってことは リズムだったりとか、その音量だったりとかっていうところの要素が結構あるのかもしれない。だけどなんかその
森の中とか山の中とかに行くと、やっぱなんかその言い知れぬ不安みたいなのはやっぱすごい感じるっていうか、その自分が聞いたことないそのなんか多分音みたいなのが多分充満してるんだと思うんだよね、うん、だから人が入ってるところはやっぱそういうのが少ないけど、人が入ってないところとかだとやっぱなんか夜とか全然入れないもんね、やっぱなんか、いや俺なんかもう例えば沖縄のヤンバルって一番本島の上のところに音取りに行った時に、で夜中からだいたい明け方になる頃なんだけど、録音取ってて静かにしてるわけよね、静かにしてんだけどいろんな音が聞こえてて、うん、いやこの音なんだか絶対わかんない音が聞こえてて、いやもう、もう本当に言うも言われぬ怖さで、あ俺ここに今行っちゃいけないんだと思って、うん、すいませんでした撤収すること撤収もう本当、あこういうところには俺みたいなっていうか人間とかこの夜のね森の中に行っちゃいけないんだなって思わされるぐらいに怖くて、で怖さっていうのを俺もすごいいろんなところで感じて、何なのかなって思った時にやっぱりね DNA レベルで自分を守るためには怖さ必要なんだよ、あの怖さ知らないでどんどん行っちゃうとどんな目に遭うか分かんない、うん、でそれって別に森とか自然とかじゃなくて、あの普通の人間関係の中でも怖さとかっていうのを感じるとか、まあ、なんか行動の中で怖さを感じるのってあのとっても大事なことで、それが何なのかっていうことをなんか自分の中で、ああこれはこのために怖いんだって、うんうんうん、だったらこれを避けていけばいけるねっていうのの行動に行くことがいいんだけど、単純に怖いと思ってじゃあ行けないってなる人が多くって、それはそれで問題だなみたいなところがあって、うんうん、踏み込んだ上での、うん、だから森との付き合い方もなんかその辺の加減が大事だなっていう感じ、うん、慣れってのもやっぱありますしね、ああそう、何回か踏み込むことによってのなんかその理解していくっていう道のものが、慣れがまたまずいんだよだから自然って本当に尊く、あの、うん、あの本当になんていうかな、恐れ多い存在なんだよ、ね、うん、理解できない部分ありますもんね、やっぱ多分本来の人の感覚っていうバランスでいうと絶対もっと全ての感覚が均等に使われてたわけで、それが現代になってどん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 なんかこうバランスが悪くなって、すごくこう目からの情報ばっかりが強くなっちゃったんだよね。確かにそういう意味では聴覚ってその闇の中に行くと聴覚すごい鋭くなるけど、慣れてないから多分なんかうわってなっちゃうのかもしれない、うん、でもそれもさなんか面白いもんでさ、闇ってなった時にやっぱ普段は視覚で見てあ大丈夫大丈夫ってキャッチしてるものが見えなくなった瞬間に今度感度が上がるわけじゃん、うん、やっとスイッチ入って、うん、そうなった時に余計見えないもので怖いっていう気持ちに駆られて怖さが倍増してるってことも多分あると思うんだよね、うんうん、だから目と耳とのそのなんかこうその調和っていうかバランスの思考っていうのは、うん、本当に現在ってもうあのもうぐたぐたに崩れちゃってるんだ。まあね、確かにね、音楽聴くにもね、そのいい音で聴くっていう文化はもうだいぶなくなってきてるし ね悲しいからね、うん、時々あの会場を、まあ、真っ暗で、あの消防法とかで、うん、なかなか難しいんだけど、うん、まあ指だけ暗くして、うん、集中させるためっていうコンサートしたりとかもします。そうだからね、ああいうことみたいなアナログの楽器とかはまた全然違う領域を多分これから切り開いていく可能性があるよね、やっぱりね、電化してない分ね、うん、だからそういう何だろう、人間が持ってるセンサーってその本来使うフルで使ってたらもっともっとあの繊細で高度なあの情報を受け取ってたところで、それをその全てを持っていい悪い、いい音悪い音、好きな音嫌いな音って判断してると思うんですけど、やっぱりそれってまあ年齢だったり住む場所だったり経験だったりとかで、やっぱり文脈としてのあの振り分けってのがどうしてもこう
なんだろう、自分を説得するというか、自分が拠り所にする情報としてこっちの方に重きを置いてってしまうことってかなりあると思うんですよね。だからそこに対して自然の中でいろんな音を体感するっていうのって、そうじゃなく、忘れてるというか、その使わないでいてしまっている方をもう一回使い直す作業でもあるのかなっていうふうに思ってて、まあそういうことで、やっぱりキャンプオフトンが木に囲まれた中で音楽を楽しむっていうのは、やっぱり外れの音だったりとか、きちんとその全帯域の音が含まれた空間で、そこに音楽を置いて一緒に空間の音と一緒に楽しむっていうことで、普段使わないこう皮膚感覚だったりとか、そういう聴覚だとかっていうのがこうフルで開いてくれると嬉しいなっていう願いはあります。音楽面白いなって思ったのは、そのなんて言うんだろう、こう能動的に聴かなくてもいいよっていう場所にしたのがすごい画期的で、なんか今まではその音楽をプレイしてる人がいたらそれを崇めるっていうのが基本的なスタンスで、もうそこに張り付いて、なんならずっと聴いてなきゃいけないみたいな感じだったけど、なんかお布団に至ってはみんななんか自分で勝手にキャンプして、なんかバーベキューとかしながら遠くで鳴ってる音を聴いて、それで参加してるっていう風に言えるポジションを作ったっていうのは、結構俺すごい画期的だなと思って、みんな聴いてないじゃんっていう、なんか聴いてると聴いてないのか、その、それで19年の時の3時から6時の俺の DJ の最初の1時間もうみんな前にたまるな、寝ろ寝ろ寝ろで、あの時初めて気がついた、 DJ って上げるの得意だけど落としていくのすっげえ、これ大丈夫、このままいって俺大丈夫その実験ができるのを落とすんだよね。1時間ずっと落とし続けるっていうのが初めて、生まれて初めてだった上げ続けるのは何回もあるけど下げ続けるのは初めてだった、すげえ不安になって、こうなんかお客さんがどんどん自由に動き出して、そうでちゃんと上げ出すとまたみんな集まってくる、あれはすごい面白い、意外と反応ダイレクト、そうダイレクト、ダイレクト、ちゃんとこっちがそろそろみんなお昼寝の時間もあったから夜の部が始まるし起きようかなみたいな感じの雰囲気出すと、みんなちょっとずつちょっとずつ、ね、集まってくるから、あれはすごい面白い、醍醐みたいなオーディエンスがすごいのある意味能動的になってるっていうか、かえってそのロックされてないから、みんな自由に振る舞ってて、それはすごい面白いなと思った。お客さん層もね、すごいみんな、音に対してそうそう集中もしてるし、自分なりにスイッチオンオフちゃんとしてて、なんかその辺のなんかコンセプトというか、お布団とものすごくこうシェアできてる人が、まあ、確かにそうかもしれない、すごいなと、いつだったっけ、2017年の時だったかな、グッズでねチケット直販してくれた人にグッズを送ってるんですけど毎年、その年のグッズは耳栓だった、耳栓配ってオリジナルのケース付きの耳栓を送ってたんですけど、それはね、その確かね前の年に夜音が大きくて寝れないって言われたんですよ。でも10時ぐらいなんですよ。でもあそうか、10時ぐらいにもう寝たい人も確かにまあいるよねっていうことで、でもじゃあそこでじゃあ音終わりっていう、まあ、それもねありなんですけど、その時に思ったのは、じゃあいつでも聞けなくなる耳栓を上げて、これでコントロールしてもらうっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ音楽イベントでね、グッズが耳栓ってありえないんですけど、でもそのぐらいこう能動的に音楽に触れてほしいんですよ、うん。タイトルにでもね、そのオフがついてるからね。うん、そうです。そうだ。オフありきだからね。それやっぱすごい面白いよね。あとちゃんと時間を止める時間帯も作ってるしね、夜。もう最近は夜、ね、遅くても12時にはね、カットできるよな、ほら、なんかお母さんが子供に歌う子守歌のあのテンションとかさ、はい、あれってやばい心地よさがあるわけ、ね、あれはすごそうだよ、あれ最強だよ、あれが多分最強や、分析したらなんかすごそうなんかそれってもう放つバイブレーションから声とか振動とか全てじゃん、あれが本当にリアルに
もしこう人を寝かせるための睡眠導入の音楽の中にそういう実際の子守歌で放つバイブレーションが何なのかっていうのを知った上でもしこう組み込めたらすごいよね。すごいよね。どうですかその。いや、俺睡眠導入の CD 作ってるから。ありました。そこまでは考えてなかった。子守歌まで。まあそうだね、確かに。守られてるっていう安心感もあって、安心感、安心感が一個一個のね。そうなの、ね、音だけの情報じゃないから。しかもそれがだんだん毎日ってなってると、そのルーチンっていう安心感も出てくるじゃないですか。寝袋とセットにしないと。動物ってそうなんだよね。寝袋、ぬくもりと。やっぱりこう朝日が昇って夕方日が暮れて、で春夏秋冬1年があってっていうのが確実に来るっていうことが安心感なんですよ、多分。お願いします。その安心感を。そう、確実に来るって分かってることの中で、あのもう一つ 毎晩歌が聞こえてくるっていうのが、うん、その中に組み込まれていくんじゃないかなと思うんですよね。そういうのって、まあ、愛だから。そうそうそう、まあね。ねえ、なんかそういう意味で言うと、こう子供にこう本の読み聞かせをする時のテンションとかっていうのもやっぱなんか近いものがあって、眠らすわけじゃないんだけど、やっぱり寝る前に寸前に今日は何の本がいいって一緒に選びながら子供に読み聞かせを。言われてみたら音楽ってそういう愛を表現しようとしてる部分はやっぱすごいあるから、確かにそういう解釈はありえるよね。ありえる。いい音、嫌な音の話から全然外れちゃったけど、はいはい、音と愛の話。でも今話の結論的にはさ、嫌な音は不安、危険。そうだ、確かにね。で、好きな音は安心。そうだね。でこれはかなり音響心理として働いてて、まあ、そうか、確かに嫌な音は高い音の方が強いもんね、結局ね。じゃあ次のお布団では嫌な音時間と愛の時間と。だからさ、歯医者の菌員もさ、あれ歯医者が本当に改善して菌員をなくしたら歯医者嫌だって人も減るでしょ。あれでも削ってる時に菌ってなっちゃうんじゃないんですか。そう、当たる内耳に直接響いてきちゃうから、あ、でもそれも対応があるとか、多分キャンセルは無理。でももうまずオンにした時にさ、いや、あの物の音じゃなくて歯を削ってるから、うん、歯から内耳に入って、いや、もちろんもちろんもちろん、その時に増強されるけど、うん、もうすでにスイッチオンにした段階ですごいキュイーンってなるじゃん、うん、ね。いや、だからそもそも回転はダメなの。回転だからモーターって言ったのよ。そうそう、じゃあもうそこに繋がる。回転すごいっすね、そこに繋がるんです。回転だよ。回転はやめる。やだなと思うと大体回ってる。大体回ってる。俺がさ、イオン機器メーカーに提案したのは、あ、やってる。要はあの医者に行った時に、特に歯医者で、あのなんか金属の皿の上に金属のいろんなものがあると、チャラチャラチャラ、あれなくしてよ。本当だ、ね、あれなくすだけでかなり違う。タオルの上に置いたら、うん、今行ってる歯医者さんはタオルの上に置いてる。あ、だからそういうね、ちょっとした工夫でもいいわけじゃん、うん、その辺少しでも気を利かすと全然変わってくると思う。確かにね、あるわ、うん。でもまあ不安と何だっけ、うん、安心、安心っていうところで、理解していくっていう、うん、その音の捉え方として、うん、その2つのチャンネルが今確認できたのは非常に今後なんか大事な要素になりそうな気は。すごい安心な空間にそのちょっと不安な音が鳴っても、うん、多分なんか受け入れられると思うんだよね、うん、その空間がすごい嫌だなと思った瞬間にいいとこだった。この2つでちょっと客観的に判断してみたりできそうな気がします、うん、なんか私がさ、あのマンションに住んでると上の階の人が朝の本当にもう5時から深夜2時ぐらいまでずっと音楽かける人が引っ越してきて、うんうんうん、しかもいいステレオで、うん、ガガガって私なんかノイローゼになりかけたり、うん、まあ、だってそれがやまないわけだから、ずっと、うん、ベースラインとかも
全部、うん、でも音楽的に私が好きな感じの系統の、うん、嫌ではないだから分かる曲名まで分かるそういうのがずっとでもやっぱりノイローゼになるから、うん、手紙を書いて、うん、したらピタってそれで止まったんですよ。それで良かったんだけど、うん、それもやっぱりなんかこう不安というか、うん、それでなんかこう分かる、なんか自分が好きな音楽でも、うんうんまあ、そうはそう不安なところだからね、うん、そうそう、うん、意図しない状態でずっと聞かされたら、ね、生活が脅かされるっていうね、うん、その不安を、ね、感じてたからこそ、だって音楽もね、自分が聴いてる音楽よりもこう入り込んでくる、うん、常にそれはめっちゃやられますね。確かに本当だからそういうところなのかもしれない。うん、じゃあお布団は不安とあの安心の狭間を揺り動かす。うん、そうだね。そうだね。DJ ってちょっとそういうところあるでしょ。あるからね。攻めたり。うん、音楽作るときそうや。そうですね。ここ行きたいって、まあ、例えば安心作りたいときにコントラストでちょっと不安なところを入れといてあげるから、ね、ふわって持ってくる。そうですよね。ね、うん、だってお布団だってアンビエントって言うけど、うん、ノイズでしょっていう瞬間があるからね。でもそれはね、そのパッケージとしてすごいやっぱ心地いいっていう前提があるから、うん、どんな音楽が鳴っててもすごい気持ちいいって思えるっていうのはやっぱすごいあると思うよ。うん、あのアンビエントミュージックのなんか面白いところって、その今あの音楽でいう安心って割と予定調和だったりするんですよ。うんうんうん、ここで A メロ、B メロ、サビみたいな予定調和で結構安心する。なんかアンビエントってなんか逆のアプローチで、音色が安心して、構成は不安が。なるほどね。確かに。それ確かに。そういうのもあるかもしれない。だから結構面白いなとは僕は思うんですけど。うん、いや僕、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、レジェンドの人たちの音源を今聞くじゃないですか、うん、それはそれでめっちゃ気持ちいいし最高なんですけど、じゃあいざあれを同じような感じで自分でやれって言われたらめっちゃ不安になるんですよ。あ、自分がね、音の数も少ないし、うん、もう音の一つ一つの完成度強度がちゃんとできてるから成立してるけど、なんちゃってで同じような雰囲気でやろうとするとめっちゃ怖くないですか。なんか1音だけで結構攻めてる時間とかも結構多かったりするけど、うん、それを実際やる側でやるとすると、あれこれ大丈夫かな、俺の出してる音とか不安げない、うん、なんか、うん、結構すごいことやられてるなぁ、うんうん、なんか結構あなんかこうシンプルな構造なだけにダメさ加減が全部浮き彫りになるから、うん、こう恐ろしいことやってるなとか、すごい最近そこをすごい思う。生楽器でも、うん、ですよ ね、うん、生楽器にすごい近い感じがする、うん、電子音楽、うん、生音にすごい近い、うん、なんかその発想とか演奏方法とか、うん、チャレンジャーや、うん、さあ、まあそんなわけで話がつきませんけども、サウンドとアートっていうところから端を走って、いい音、嫌な音、それが安心と不安っていうところに、導かれてるんじゃないかっていうところまで来ました。なんか最後ちょっとだけ、そのやっぱ音が普段意識してない分、音が放つ影響力の大きさっていうのはすごい再認識できるよね、そういう意味でね。うん、そうですね。目はつぶっちゃえばいいかもしれないけど、うん、音って、うん、耳塞いだだけじゃ難しいかもしれないし、いや本当大事なところ、ね、耳ってやっぱり心理的にあのシャットダウンする、努力してシャットダウンする以外、うん、無視するっていう以外にまぶたのような機能を持ってないの、ね、かつ視神あの聴覚神経ってすごく敏感で、うん、敏感だもんね、あの繊細で壊れやすいもの、うん、耳塞ぐって言ったら相当な危機だよ、ね、だからこそやっぱり音の世界っていうのは、うん、大事にしてほしいなって思ってるんですよ、うんうんうん、はい。